この子でこれつけて、お宝はいただいて、あ、地図。地図見てみよう。広いまさかの広さ。お茶飲もう。今日クリア難しいか？ねえ、アマテラス。あ、超えた。超えて。あっちに鍵あるんだな。この上ってどうなってる？ほほー。お。あー、ビリビリで渡っていける？あ、雲がいる。待って、あの鍵は、いや、降りられない。よいしょ。こっちの鍵は、これじゃないの？めっちゃ忙しい。あ、いた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 。あ、あれがないとダメだ。この鍵じゃないもんね、この子は。だし、これは戻ってくるやつ。オッケー。ここは？うわ、敵出た。よし、倒したぜ。牙も集めていこう。できるだけ。ここは何のお部屋？ここが破れる。ほい。あ。なんかいる。あ、これでビリビリもできる。一応攻撃もできる。あそこに鍵があるな。これで。これはもう登るだけかな。あ、落ちてきた部屋か。上から失敗して落ちたら、感じかな。よし。さあ行こう。これはいいとして。あー、あの子が邪魔してんね。こう。ここになんか隠してある。どう？それで。はい。上行けて。あっちから来たからこっち。こう。ほんで、ここ乗れって。よし。で、どこ行く？待って。あ、で、あっちまで。結構な難易度だな。これやるじゃん。ふっ。よし、なんとか。で、あ、あれ取らなきゃいけない。これを、あ、やば、変なところに行かなかった。あ、落ちてきた。これで、ちょっと待てよ。これ先に何とかしてこないと。あ、これがある。こう。ちょっと書けない。はい。どこが開く？あ、ここ開いた。で、ここに置いて、
それで、これを加えて、加えた？加えてないね。あれ、なんかあの、雷のやつ、こっちに帰ってくるの、勝手に。はい。まず、君にぶっ刺して、そしたら？どう？ある？はい、なくなった。どっか行った。どこ行った？あの子どこ行った？もういらないの？あ、また。旦那、ついにここまで来ちまいやしたか。実を言うと、ここから先はもう余興の、拉致外でしてね。あっしはおふざけなしで万人の仕事をしなきゃならねえんでさ。でもあっしは勝負の途中から旦那のことをなんていうか、ありていにいや、ありていにいや、好きになっちまって。ほほう。早掛けに命をかける旦那の姿、もっと見ていて、そう思うようになっちまったんでさ。こんなこと言っちゃ門番失格ですかね。だからね、旦那、あっしはやっぱり勝負の世界に生きて、ここまで来て勝負をやめるなんて、そんなぬるいこった言いたかねえんでさ。万人失格だろうが関係ねえ。旦那、最後までいい勝負しやしょうや。はいよ。ちょっと待った、あれがない。あの子がいない。あの子加えてこないと無理だよね。だよね。あの子ありきだよね。あの子どこ行った？待って、あの子はどこ行ったの？桃子の花ちゃんで戻る。あの子どこ行ったっけ？一番最初。あ、帰ってる帰ってる。寝床に帰ってる。はい、いただいて。で、君に足塚にしてもらって。おしおしおし。これいけない？これで。よしよしよし。よし。おしおしおし。こうしてこの子との勝負。あやつを止めておかないとだもんね。ほう。でで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 。負けられねえ。負けられねえよ。負けられねえ。負けられねえよ。ふ。え、どう勝ったの？痛い。痛い痛い痛い。どう、これって勝ったの？教えて、こうやって勝ったの？わーわーわー、すんごいビリビリしてるし、敵出ちゃった。わー出た。あ、そういや、これ持ってたわ。これどう？無駄？画面が何も見えない。画面が何も見えない。これ倒した後に、これあ、出た。ビリビリで出るね。だいぶ時間かかってしまったけれども。なんか上でビリってしてる。上で雷ビリってしてるんだけども、ろれつが回らないんだけれども、しまった。どうなってる？これ、あれ、あっちから来たんだよね。ここから飛ぶか。痛い。毎回これにやられる。はい。はい。それで？にゃんこがいるけれども。あ、これ。こんな感じで。あ、つけた。ギリギリ。ギリギリを攻める。おし。それで君はなんだね。あっちにお宝ある。そして君を閉じる。
押して、ああ。あれどうやって取るんだろう。ああ。落ちちゃったら取れないかな。難しい。さて、ちょっと疲れてきた。目が疲れてきた。君は上がっていただいて、こう。それでだ。なかなかに広い。セーブが欲しい。今何時だ？ちょっと待って、やばい、もうこんな10時半か。今日カレーライスだからもう作らないと、煮込むのに時間かかるから。あそこ登れるし、このビリビリなんだい、なんかあそこにある、いるな。ちょ、敵もいっぱい出る。よし倒したぜ。痛手を負ってしまったが、あの上どうすんだ。あ、違う方かな。なんかあそこに札が見えるぞ。声も枯れてきたが、出てみるかい。でこっち、はい、いただいて。すごいね、雷だらけです。あ、お久しぶり、ヌーン。当選坊、オラの名前は当選坊。一度通さないと決めたら絶対通さない、万人で通してるだ。あれ、いや通さないだっけ。またお前かい、そんなに気候をついてほしいのか。ポチポチとよ、何を言ってるだ。あはん、さてはお前だな。オラの仲間を次々と葬り去ってる恐怖の暗殺者、四つ足の白い悪魔ってのは。確かに、いつの間にそんなあだ名がつけられたんだい。お前が現れることはもうお見通しだっただよ。オラはこの鬼ヶ島の影の支配者、他の仲間とは一味も二味も違うだよ。たとえお前が四つ足の白い悪魔だとしても、オラを倒すことはできないだよ。さあここは絶対通さないから、あっちへ行くだよ。よしやってやんよ。一発当たった。これが四つ足の白い悪魔の本当の力だか。オラが鍛えに鍛えた経絡機構をいとも簡単に突き当てるだなんて、この当選坊、素直に負けを認めるだよ。だけどオラもこの鬼ヶ島の影の支配者、散り際だけは絶対に汚さないだよ。さあ見るだ、男の生き様を。ああ、見えない、壁で見えなかった。違う壁で見えなかった、ごめんね、通してね。あっち開くね。旦那、やっぱりあんたにはかなわねえ。旦那の明日を見据える目、そいつが旦那を大詰めの大舞台まで導いたんですね。大詰めってな、あっしとのちっぽけな勝負のことじゃねえ。鬼ヶ島の城のてっぺんを目指す旦那にとって、本物の大詰めがすぐそこまで来てるんでさ。この早飛び丸、こんなに勝負で熱くなったのは旦那が初めてでさ。旦那に加勢することはできねえが、最後に旦那の門出を足の早掛けで飾りやしょう。神っぺら。さあ旦那、最後の最後の大一番、熱い勝負で足を燃え尽きさせてくだせ。ほほ、ちょっと待って、あっちなんとかしないと。違う、この、ここ。おし。開いたぜ。もうもうこの花か。いけ。ちょっと。ふ。いけ。いける。どう？旦那。お見事。
なんだかんだ言って最後までご一緒させていただきやしたが、足の最後の早掛け、旦那の門出を飾れやしたかね。早かったぜ。ずいぶん首相な態度じゃねえか。まあお前も敵ながらあっぱれだったぜ。旦那みてえな男前にちりざまを見届けてもらえるなんて、へへ、妖怪冥利に尽きるって問題。お、おいおい、神っぺら、なんだいその今にも消えちまうような言い草はよ。掟に背いたら消されちまうのが足たち妖魔の定め。門番としての役目を放り投げちまった以上、足のような役立たずはお役御免でさようならってわけでさ。な、なに消えちゃうの？おっと、旦那がすまながることはねえ。こいつは足が選んだ足の生きる道。誰にもケチのつけられねえ足だけの大事な人生でさ。たとえ妖魔の使いっ走りに生まれようと、散り際くれ足の好きにさせてもらわなきゃ、ここまで生きてきた意味がねえ。旦那、最後まで道案内できなくてすいやせん。別れの際に満開の 花束でも手向けて差し上げたかったが、そんな気の利いたものもなく散りゆく足をお許しください。それじゃあ旦那、お元気で。ああ、ペラペラになってしまった。あ、お花咲いた。いい子だったね、はやとび丸。お前との勝負はちっぽけなんかじゃなかったぜ。もしかしたらお前がいたからここまで来れたのかもしれねえ。お前が見せてくれた熱い男気、この先で待つ大勝負に持っていくぜ。ありがとう。なぜかお金もくれた。よしよし、いい子だったね。仲間にして連れて行きたかったけど、ずっと後ろに飛んでてくれてもいいんだけど。消えちゃうんだね、やっぱ。しょうがない、やっていこう。なんかちっちゃいのが出てるけど、いいかな。どうなる？ちょっとセーブが欲しいです。バトルがあるなら次回持ち越しに。あ、セーブいただき。いやでもこの勢いでクリアしたい気もする。どうか？ちょっと待って、一回あれだわ、録画を切り替えるね。よいしょ。うし、お手洗いも行ってきた。行こう、行けるところまで。もう10時半過ぎちゃってるから、そろそろ、あれバトルフィールド、絶対に。太陽見たくなってる、マークが。あれはバトルフィールド。ちょっと待った。今覚えたのは、イカズチのやつだもんね。雷系使うだろう、ボス戦に。よし、ここクリアしよう、気合で。モモンジャが帰ってくる前に、カレーライスが遅れたとしても、倒そう。よしよし、行くぜ。ふう、絶対バトルフィールド。アマコ、感じねえか？静かだが生温かくて居心地の悪いこの雰囲気。野郎間違いなくどこかでオイラたちを見てやがら。向こうはやる気満々だぜ。どうする、アマコ？もちろん大丈夫だよな。オイラも早く暴れたくてうずうずしてんだい。メキツネ野郎、思い知らせてやら。つづらおちゃん来たぜ。ついにつづらおちゃんとの勝負。私が愛したつづらおちゃん。しかし倒す、絶対に。あ、よく見たら恋がマグマみたいのベレベレしてるね。どこ行った？さて、ついに城のてっぺんまで追い詰めたぜ。出てこい、逃げすね野郎。どこに隠れやがった？ミミコ姉の仇、この一寸様が取ってやるぜ。出てくる？来ない？お、アマテラスが鳴いた。あ、太陽のマーク出る。赤い月。あ、なんか月みたいのに隠れて。あ、雲が晴れて、こんなに陽気が立ち込めてるところで、まさか。あ、え、星になってんの？ちょっと待って、ちょっと、ここ、
こことここ、これで呼ぶの。出た、空に隠れてたんだ。だぜ、つづらおちゃん倒しに来た。あ、なんかでもさ、クマ取り同じだね。赤いやつやってる。カカカカ、血まなこになって駆けずり回り、ドブネズミのように我が城鬼ヶ島へ忍び込んだか。アマテラス、この九尾闇の国の主君常闇のスメラギより力を授かり、漁師マハラの漁師を仰せつかった。わざわざここまで来なくとも、貴様のような邪魔者、いずれ人間もろとも食い殺してやったものを、あの女王卑弥呼のようにな。闇の国、常闇のスメラギ、それは一体何のことだい。一体漁師マハラの狩猟なんてオイラは許した覚えはねえ。常闇のスメラギ、それは我ら妖魔の絶対的主君、この世に二つとありえぬ古今独歩の闇の象徴なのだ。カビの生えた昔話にすがって神を称える野良畜生とは訳が違うわ。二層に化けたり、こんなまがいものの舞台を用意したり、嘘っぱちのイカサマ野郎はてめえの方じゃねえか。今度こそてめえの化けの皮ひっぺがしてやるぜ。かかか、果たしてどちらが本物かな。神の力などはるかに凌駕する我が妖力、ここで存分に味わうがいい。強そう、剣背負ってるね、背中に。ふう、これ絶対効かないだろうな。はい、何ができる。逃げるね。あ、なんか帰ってくる、危な。倒せる、向こうも筆で書いてくるね。筆使い、倒し方。あー、向こうも逆に書いてくるのか。私が書く筆と、あ、出した。あれに、これ、よし。そしてどうした？出た！あ、出た出た、本体。いけ。ちょ、忙しい忙しい。よいしょ。どうにか。おしおし。どう？まだいる？あ、これで筆の数減るか。あれにまだ落ちてない。ちょ、回復しとこう。強化は使わない。大丈夫、回復あればなんとかなるでしょ。雷が、あの瞬間危ない。これ使うとやってくんで、やっぱ掲げてくれないとダメかな。ダメだね。あれを高く掲げてくれたときに、これでこう、よし。で、飛び散った筆たちをやる、やれる、やれる、やれる、よし。まだいる。なんかおばあちゃんみたいのがいる。そんなおばあちゃんを。あ、で、あれが、待って待って待って、いった、あと1匹、かわいい。でもちょっとやってやんぜ。やっぱ逃げるな。剣あげる、まだできない。よいしょ、やった。これで、あ、あの瞬間だけ通るかな。
早い。よし。あ、この時通る通る。ダメ。よいしょ。やった。これ。できない。やばいやばい。避ける使ってかないと。これでこの間は効く。よし。水取ったり。私が愛したつづらおちゃん、さようなら。あ、剣出てきた。かっこいい。剣とかも使っていこうかな。雑魚敵の時とかに。神器草薙の剣を手に入れた。九尾の屍から蘇りし剣、新緑の刃を持って悪鬼を断ち切る。卑弥呼の仇、アマテラスは執念で大妖怪九尾を討ち取った。大きな獣に姿を変えて横たわる九尾の正体、それは邪気を募らせて妖怪となった古狐じゃった。ともかく主を失った鬼ヶ島は音を立てて崩れ、死者への手向けのように花となって大海原へ散っていった。あ、ほんとだ、綺麗だね、花びらになって。そして文神水流に変化した竜神族の長乙姫もその役目を終えて無事竜宮へと帰っていったのじゃった。よかった、帰ってこれた。だが九尾から外れた奇怪な面は宙でたちまち真っ黒な容器に姿を変える。そこには退治したばかりの九尾の怨霊に加え、九尾に己の力を捧げた妖刀金釘の怨霊の姿もあった。あ、この間倒したやつね。二つの怨霊は絡み合うように空中でうねり、遥か北方の地へと飛び去っていった。オロチの体から現れ出た怨霊は全部で4つ。キュービたちの怨霊は残る仲間のもとへ向かったのじゃろうか。あと2匹、それともキュービが残した今和の言葉、闇の国の主君、あ、主君、君主常闇のスメラギ、そのまがまがしい名前の示すものが北方にあるのじゃろうか。押し寄せる闇の気配にアマテラスは武者震いを禁じ得ないのじゃった。そしてアマテラスと旅を続けてきた小さな妖精一寸も、あ、一寸のリアルな絵、俺俺って書いてある。このその心に変化をきたしておった。すべての筆技を目に焼き付けたら旅は終わりと言ってはばからない一寸。残る筆技をあと一つに残した今、なぜか顔を曇らすのじゃった。とにもかくにも二人が目指すは極寒の地で待つ次なる妖魔。まだまだ冒険のお話は続くんじゃが、お後は次の。まだまだ続く。あまこ楽しんでる場合じゃないぜ。キュービーを倒したところで卑弥呼姉は帰ってきやしねえけど、一丁侍のおたけびでその魂を送ろうじゃねえか。やったれやったれ。かっこいい。月をバックに。綺麗だね、夜桜で。ああ、でもいろんなものを失ってしまった。あ、69,800。だいぶお金手に入るようになったね。ここまでのお話をもちろん記録する。悲しいけれど、鬼ヶ島ちょっと取っとこっか。おし。ああ、つづらおちゃん悪い子だった。でも忘れないよ。あのボインを忘れないよ。ありがとう、思い出を。いや、アマテラスくん、もしかして鬼ヶ島で狐退治でもしてきたのかい？でもその様子じゃいろいろと苦労してるみたいだね。狐くんはそんなに手強かったかな？あはは、手強かったよ。あのイロカに惑わされてしまったよ。どうやら心を持っていかれたようです。ごめん、あのね、卑弥呼はやられてるのにそれでもボインが目からもう脳の裏から剥がれ落ちないんです。どうしたらいいですか？てめえ、卑弥呼姉が死んじまったってのによくそんな能天気でいられるもんだな。ほんとすみません。
ごんまりくん、意外にめめしいことを言うじゃないか。女王卑弥呼の行いはすべて覚悟の上。それはアマテラスくんだって納得づくじゃないのかい。な、何を。とにかくオイラー今はお前の顔は見たくねえんだ。さっさとどこかへ行っちまいな、このインチキ野郎。あ、でも牛若は卑弥呼に仕えてたんだっけ。これはこれは随分とご機嫌斜めだな。そんなに怒ってたら空のお天道様も悲しむよ。牛若はでも悲しいの我慢して使命を果たそうとしてるのかな。悪いやつじゃなさそうだもん。